わけであります。皆さんおはようございます。こうした、今日も胸を張って元気よく田中慎介、でございます。本日はですね、もう後ろでもうこのカメラの後ろで、音声入ってるかもしれませんけど、3月の11日現在時刻は11時を過ぎたところで、ございます。本日はちょうど1年前にですね、発生しました東北地方太平洋沖地震を端に発しました東日本大震災、これからちょうど1年が、経過をいたしました。今なお多くの被災者がですね、避難を強いられて不自由な生活を強いられていると、そういう現実をですね、我々はひとときも忘れてはならないと、もっと言えばこの東日本大震災、これを風化させてはいけないということで、街頭での活動を行っております。本日は今六本松の交差点でですね、マイクを握っておりますのは、共に中央区で活動いたします県議会議員の原中雅史さん。本日ですね、議員インターンシップに参加している学生とともに、総勢8名で、この街頭活動を行っております。この後六本松で、街頭演説をした後はですね、役員駅に移って、お伝えをさせていただきたいと思います。本日はですね、本日の街頭活動の様子を一部皆様にお伝えできればと思っております。今日は3月11日ちょうど1年前に東北地方太平洋沖地震に端を発した東日本大震災、この大震災が発生してちょうど1年が経過いたしました。なぜ復興が進んでいかないのか、それは先ほど原中雅史県議会議員が言ってきたように、災害瓦礫の問題、これが非常に大きな課題として国会でも議論をやっているところであります。先ほどご紹介がありました通り、災害によって震災によって生まれた瓦礫のトン数は2250万トン、発表の数字ではそれだけの多くの瓦礫がいまだに撤去されずに東北地方にうずたかく積み上げられている、それはテレビを通して映像を通しても皆さんはご存知の通りだと思います。今福岡市議会では平成24年度の予算を決める予算議会が開会されています。その中で意味塾も議会質問の中で、東北地方に積み上がっているこの瓦礫を福岡市は受け入れる準備があるのか、そのような質問が議会でなされました。それに対して高島市長は、確かに東北の状況を考えるとできる限り受け入れたいと言いたいところですが、埋め立てる場所がない、福岡市の埋め立て方式のを採用している状況では、埋め立ててから海に放射能が流れ出してしまう危険性がある、そのような状況から現時点では福岡市の受け入れは難しい、そのように答弁をされました。確かに埋め立ては難しくても焼却をして、そこで生まれた灰を何とか市が主導で福岡都市圏ここに受け入れるような協議の場を作り上げる、その中でも福岡市ができる限り私のリーダーには求められるのではないかと思います。もちろん非常にこの福岡市にお住まいの方々にとっては
大きな関心事だと思います。しかし安全基準を国がしっかりと作り、それを下回る基準の瓦礫であれば大丈夫だ。ありがとうございます。そのような基準作りを私たち福岡市議会、そして先ほどマイクを握ってご挨拶をされました県議会議員の原中正さん、そしてこの中央区、そしてお隣の城南区、南区、ここで活動しております衆議院議員の稲富修司、福岡市議会、福岡県議会、そして国会、この3者がしっかりと連携をして、東北地方の一日も早い、ありがとうございます、これを実現させるためにしっかりと参りたいと思います。皆さんこんにちは。私は九州大学経済学部3年の宮田さとみと申します。東日本大震災の復旧復興をお祈り申し上げます。さて、私は現在福岡市議会議員の田中伸介議員のもとでインターンシップ活動を行っています。私がこのインターンシップに参加する前に抱いていた議員のイメージはあまりいいものではありませんでした。しかしながらインターンを通して私が抱いていた議員のイメージはガラリと変わりました。インターンに参加して早1ヶ月、私は約30人の議員と出会いました。その議員の方々は思っていたよりも地域のことを考え、そして地域のことを思って活動しています。私はインターンを通してたくさんのことを学んでいます。社会に出る前に知っておかなければならないこと、社会で生きていく中で身につけておかなければならないこと、その一つ一つが私の財産です。議員と、そして私たち市民が力を合わせれば